きげんよう。新元号ができましたね。令和です。日本経済新聞です。変わる世界に望む国にと書いてあります。そして日本経済新聞の社説には、新しい元号括弧令和が括弧が開く未来はと書いてありました。続いて朝日新聞です。朝日新聞は万葉集からと書いてあります。そして朝日新聞の社説には、一人一人が時代を作ると書いてあります。毎日新聞です。毎日新聞の社説には、ページをめくるのは国民と書いてあります。そして中国新聞です。心寄せ合い文化育つと書いてあります。中国新聞の社説には、共生共に生きるを土台に考えると書いてあります。読売新聞です。写真が載っています。ここには心寄せ合い文化育つ思想と書いてあります。朝日新聞の社説は、新時代を実感できるようにと書いてあります。各社新聞、いろいろな写真の撮り方、いろいろな社説の表題、いろんなコピーも多少違ってますが書いてあります。でも人々が美しく心寄せ合う中で文化が生まれ育つという安倍さんの説明があったことを、これは書いてあります。さて、新しく新元号もできました。私たちは4月早速ですが、幕開けに4月6日地域の活性を本物にする全国シンポジウムということで、4月6日昼から1時から5時まで講演会とシンポジウムを行いたいと思っております。この説明をしたいんですが、あともう少しですけども、まだ参加者をもっともっと呼びたいなと思っております。簡単にプログラムの流れを説明しますと、12時受付しまして、13時から開会挨拶から始まります。そして13時15分講演、住民の意向に沿う地域資源利用というんで、前川俊清先生に講演をしていただきます。前川先生は今回特に眠っている地域のものを掘り起こす、潜在資源の顕在化、かつてできていたことで今できていないことの対策を考える、地域資源と地域外資源の適材適所を考える、まずは近隣近いところの人々が気軽に話し合える場を作る、私たちは会所というんですが、新しい何でも言えるような、そして楽しく、そして気軽に強制ではなく自由に集えるような会所作りをして、そこから出た意見を持って地域を作っていけばなという願いを持っています。その住民の意向に沿う地域資源利用ということをテーマに講演をしていただきます。前川先生は、私たちは過疎過疎と普通呼んでいるんですが、過疎とは人口のことを私たちは
言いまして、人口が減った増えたという人口のことで目がもちろん行きます。過疎は大きな問題です。でも前川先生は、過疎の疎は疎いと書くよ。疎いというのは何が疎いか、人間関係が疎いんです。人間関係のコミュニケーションができていない。都会はコミュニケーションができていない、よく言います。隣の人は何をしているかわからないとよく言いますが、でも都会もまたそれも進んでいますが、この田舎だって過疎の地域だって隣同士の人間関係は疎くなっています。その疎いところを改善して、今回ありました心寄せ合う中で、まさにここが問われていますね。そういうところをいかに改革していくか、いかに切り開いていくかということを前川先生には講演していただきたいと思っております。そしてその次がティータイムを挟みまして、3時からは過疎地域を輝かすシンポジウムということで、パネルディスカッションを行いたいと思います。このパネラーが今回は下関、山口県は下関から松村久志さんをおいでいただきます。そして千葉県からは飯岡町、磯野光則さんにおいでいただきます。そして中西秀幸さんには山口県周南市からおいでいただきます。広島市からは山本さんにおいでいただきます。そしてアドバイザーを熊原保さんにお願いしております。そしてコーディネーターを私宮崎文隆が務めさせていただきます。そして17時には閉会の挨拶を NP 法人百貨クラブ理事長の住吉海平さんに行ってもらいたいと思っております。そこでパネラーの紹介を少ししてみたいと思います。まずは千葉県の飯岡の磯野光則さん、まあこれだいぶ前に行われたイベントですが、私も応援に行きました。磯野さんといえば、つい先月30日伊藤滝夫さん、紅白に出られましたね。伊藤滝夫さんとそのバンド、滝夫バンドも呼ばれまして、それに小室仁さんも呼ばれまして、あのコンサート海と大地の音楽祭を行われたばかりです。その磯野さんにおいでいただこうと思ってます。最初お見せしました、これはまあ A 六福さんが応援に来ていただいておりますけど、 A 六福さんは私たちのところに3時間近く来てもらってます。磯野さんのところはもっと行かれてるでしょう。まあ地域おこしのところに A さんは全国行かれてますが、まあその中でも磯野さんを一番可愛がったんじゃないかなと私はまあ思っております。そんな磯野さん、実践もあります。もう面白さも抜群です。肩書きは千葉県飯岡町町おこし実行委員長ということで、長年もう三十数年やっておられるんじゃないかと思います。その磯野さんにもおいでいただきます。そして松村さん、松村久志さんは、つい先頃まで山口県の下関からと魚市場の、ま、社長をやっておられまして、まあフグの名産地ですよね、下関といえばね。すごいとこですね。あの前に、住吉海さんと一緒にお邪魔したんですが、フグをまあご馳走になりました。私はその時にもう一生のフグを食べましたので、もう今フグをそんなに食べなくても良くなりましたが、美味しいものをいただきました。その時に出会いがありまして、そこから実は今日のシンポジウムが行われるイベントへとつながっていきます。このドラマはまた後の後日動画で、まあ、詳しく喋っていきたいなと思っております。その
松村さんに、紹介をしたいと言いましたら、まあ、プロフィール欄を書きたいと思ってるんですけども、こういうワックスが入っております。掃除は2年ぐらいですか。下関掃除に学ぶ会250回が先月でした。毎月第3日曜日に行ってます。掃除の会をずっと行われています。そしてハガキ道は30年弱になりますか。現在福祉ハガキの控え1100冊です。1100冊すごいですね。現在も早朝1時間ハガキを書かれているそうです。そして今肩書きで言いますと、スペシャルオリンピックス日本山口理事長2年目、知的障害のアスリートのお世話をされているそうです。下関カッターレース会長6年目、毎年夏に大会を開いています。下関副連盟相談役、まあ、副のことはずっとやっておられますから相談を受け取られるそうです。まあ、どんな話が飛び出すか、楽しみですね。そして、中西秀幸さんというのは、山口県周南市、鹿野の町づくりのリーダーで、そこに長年やっておられます。この間行きましたら、たまたまこの間下関の松村さんのところに行った帰りに寄らせてもらったんですが、こういう新聞を出しておられましたね。生きる力という新聞で、最初に少し読みますと、おみくじのシェアで日本一の会社がふるさと鹿野にあると書いた、まあこれうんぬんと書いてあるんですが、そういう鹿野から小さな町ですが奮戦されてます。そこのことの話をしていただきたいと思っております。そして山本さんには、森に行こうよという森メイト娯楽部というのをやっておられます。クラブの紹介を少しさせてもらいますと、 NP 法人森メイトクラブ広島は森林ボランティアリーダー養成講座で森林整備のノウハウを学んだ第1期生修了生が中心となり、平成9年に設立したという森メイト娯楽クラブですね。ここには合言葉がありまして、森づくり私たちにできることからという合言葉があります。森林づくり、里山づくり、町づくり、環境づくりを技術を磨き学び楽しみながら活動している。現在会員は約200名の森林ボランティア団体ですといって、4つの部会がありまして、出前伐採、里山クラフト、環境教育を中心に活動していますということで、いろんな活動をやられています。私たちは今度5日に来てもらいまして、秋田方市の山を本当に見てもらおうと思っています。そして地域の方との交流、そして、行政の方にも入ってもらいながら、いろんなこうジョイントできる方法を考えていこうと思っています。都会から伐採する人でも受ける山を持った人、心当たりはうまく情報交換しながら、持ち味を発揮しながら、三方よしというんですかね、町から来られた方もよし、地域の山もよし、そしてその行いが、活動が社会に対してもよしということを今模索しております。その方に来て喋っていただきます。そしてアドバイザーは熊原保さん、これは熊原さんがやっておられる有社員という福祉施設です。庄原三好に約15箇所ぐらいいろんな施設があります。ここに書いてあるのは、里山人間主義、福祉施設がポンプ役の町づくりという、新しい福祉施設がポンプ役になった町づくりしようという新しい考えを持っておられます。ここに少し読みますと、ソフトケア、小規模多機能柔軟対応を目指す福祉、子どもからお年寄りまで障害の有無に関わらず
すべての人が自由に利用できる小規模多機能柔軟対応を目指す福祉拠点です。目標は地域での普通の暮らしであり、一人一人の笑顔です。勇者にあなたが輝けば私も輝くという、まあ施設が施設をいろんな形で経営されております。福祉の新しいあり方、地域の福祉の今から進む道、それなどを話していただこうと思っております。そして私は今、坂手塾の副会長をやってますが、毎年坂手塾は6月の第2土日に全国大会をやっております。今年は新見に行ってやろうと思っております。そして坂手塾は最近出した本は食べごと革命という本をですね出しております。和田義原さんが中心に書かれましたが、和田さんは残念ながら先月の初め頃にお亡くなられました。まあ、その遺作ですかね、これをその和田さんの志をつないで旅ごと革命、このこともやっていこうと思っております。そして人が輝き町が輝くというテーマで、住吉海平さんと私宮崎文隆がコンビを組んで、北は北海道から南は九州まで全国を回って、座談会をやりながら新しい地域づくりを行っていこうと思っている、まあこれチラシですけども、そんなこともやっております。相棒の住吉さんはハーレーダビッドソンを1年乗りましたね。北海道からまた広島まで行って帰って、そのハーレーの後僕も乗車でかけながら全国を、高齢者を元気にして町を輝かそう、過疎地域を輝かそうというテーマで今歩いて帰ってきております。まあ、そんな活動をやっているものが集まって心寄せ合って、新しい令和の時代を切り開くシンポジウムを4月6日1時から庄原の有社員コアハウスで行いたいと思っております。まあなかなか町づくりでも人が参加しにくくなったところもあります。でも新しい令和、この響き、なんか勇気が出てくるじゃないですか。新しい時代を、みんなの力を合わせて心を寄せ合って、本当に人々が美しい、そんな日本を、まあ、日本と大きいですが地域を本当に切り開いて作っていきたいなと思っております。ぜひ、4月6日土曜日1時から5時まで、庄原のミッドハイツの中にある有社員コアハウスの方にお出かけいただければと思います。まあ詳しいことをもっと話したいんですが、今日から私は毎日このことについて中のことを詳しく喋っていって、皆さんに広く知ってもらって、できれば足を庄原の方に向けて運んで歩いてきてほしいなという願いを持って喋っていきたいと思います。今日はその第1回です。4月6日、ぜひ地域の活性を本物にすると、今までとちょっと違った形で前川先生にも講演をしていただこうと思っていますので、ぜひおいでいただきたいと思います。今日本当にありがとうございます。まだ第2回第3回と続けて詳しく説明してまいりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。